もうちょい、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 もうちょい。自分の作ったタコがバッと上がった時、うん、上がった時は楽しい。毎年世界のタコの祭典に向けて、各公民館とか、小学校のタコ作りの準備をしています。今は好きな人を募って入ってるんですが、角ダコ得意な人がおります。それ以外に立体のボックス回答得意な人もいます。数が多い時は200、300って作りますんで、連携してやれるというところが楽しいですね。自分の作ったタコがバッと上がった時、うん、上がった時は楽しい。いや、爽快な気分になる。やったなという気持ち。たたきを使っていろいろなことができるということですね。細かい糸の縛り方、それから紙の貼り方、そういったところが脳の活性化にもなると思います。はい、83です。そういうことを思っております。仲間で作って、あげて、そしてその後の、一杯飲みが一番楽しいですかね、このタコはね、愛知県の、田原中どこのタコです。それを真似して、作ったタコですね。喧嘩タコといってね、お互いにタコを上げて、で操作一本でもうこう走ったり落ちたり上がったり横行ったりするタコで、喧嘩タコ、競技用のタコですね。タコを作る以上は、上がらなければならないんで、上がる条件の中に一番は、竹削りが一番の、条件かと思います。タコを上げる条件の中には、糸目調整というのがあります。2つがタコを上げる竹の最大2大条件と私は思ってますんで、それには十分気をつけるようにしております。これはね、原型は福助ダコなんですが、それをまた改良しまして、新たに風体のこういうやつを作りました。ここの竹をひねってあります。後継者不足でちょっと悩んでますけども、あと10年20年ってやっていくうちに、後継者を育てるためにはなかなか入ってくれる人が少なくて困っています。
先輩方がせっかく続けてきたこの会ですので、次の世代まで何とか頑張りたいと思います。タコ作りをうちならでずっと、残したいということと、タコの大会、世界タコの祭典を、30回を40回50回と続けたいというのが我々の思い一番の思いなんで、この動画を見ていただいてタコに興味を持っていただける何回か経験してもらってあの楽しみを見つけてもらえればありがたいです。宇宙にロケットが飛ぶ時代で風と共に遊ぶという感覚ですね。手先を使うということは非常にあのいいんじゃないかなと思います、はい。タコに関しての後継者育成のためにみんなあのやってやろうかなっていう気持ちになってほしいと思います。